皆さん、おはようございます。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。9月28日に、ラグビー W 杯日本大会で、日本は、世界ランク2位のアイルランドを、19対12で破り、2連勝としました。優勝候補に挙げられていた、アイルランドにとっては、まさかの敗戦となりました。それでも、試合後は花道を作って、グラウンドを出る日本の選手たちを拍手で送り出しました。ラグビーのノーサイド精神を見せてくれました。試合後のインタビューを受けたアイルランド主将のロリー・ベスト選手は非常に厳しいゲームになると思っていた。日本が優秀だったことが分かった。日本は本当によくプレーした。日本が非常に強く当たってきたと。日本の強さを認めて、日本を称えています。その上で、我々もやれることはやった。と、潔く完敗を認めていました。そんなアイルランドの姿に、海外からは、感動と絶賛の声が、寄せられています。私の感想は、動画の最後に掲載します。海外の反応。ロリー首相はよく言った。ラグビーを知ってる人間なら、日本がどれだけ手強いか分かってたよ。ロリー・ベストは本当に品格のあるキャプテンだよ。批判も言い訳もしない。アイルランドは頑張って。W 杯は序盤だし、アイルランドはまだ分からないよ。日本の実力も分かったからね。日本はマジで上位チームだよ。日本を強化する意味で毎年親善試合をやるべきだよ。日本のパフォーマンスを称賛する彼を認めるよ。日本もアイルランドもよくやった。これは2015年に日本が南アフリカに対する勝利がまぐれじゃなかったことを証明してるよ。アイルランド人だけど強いチームが勝ったとしか言いようがないよ。言い訳もできない。素晴らしいキャプテンだ。彼のスポーツマンシップには本当に感動して泣いた。おお、めっちゃリスペクトしてるね。言い訳を一切しない。だからラグビーが大好きなんだよ。私の感想。負けても相手を称えるため、対戦選手が花道を作って、控え室に送ってくれるなんて、そんなスポーツはあったでしょうか。言い訳しないで、潔く負けを認めて、相手をリスペクトする姿は、見ていてすがすがしいですよね。さすがは強豪アイスランドチームと、そのキャプテンですよね。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。